こんにちは、油見長男です。今日はね、先日作ったミックスベリーウイスキーのね、残ったミックスベリーを使いまして、お酒を美味しくいただいてみたいと思います。はい、これね、ベリー4種類なんですけどね、ストロベリー、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、その4種類になります。これをね、もうこう氷をパンパンに張ったグラスにガサッと乗せましてね、ね、ちょっと残ってるウイスキーなんかもタラタラっと入れたりして風味付けに使いたいと思います。こんなもんかな、山盛りです。はい、じゃあね、そこへ氷焼酎を注いでいきます。今回使うのは宝焼酎さんのレジェンド 35% です。これね、ウイスキー並みにアルコール度数が高いので、だいたい全体のね、4分の1から3分の1注ぎます。そうしましたら次は炭酸水を注いでいきます。相変わらずね、使い差しの炭酸なので、ちょっとね、気が抜けているのが難点ですが、もう気にしないでいきましょう。そしたらね、全体を軽く混ぜます。これもう炭酸抜けてるから関係ないんですけどね、本来は炭酸が抜けないようにそーっと混ぜるのが鉄則ですよ。はい、できました。これなかなか見た目も良くないですか。綺麗だと思いますよ。我ながらよくできました。おー、香りもいい。全体的にすごく綺麗にできたんですが、唯一残念なのがストロベリーがなくなっていた点ですね。これイチゴも入ってたらもっと見栄え良かったんじゃないかなと思います。じゃあ、いただきます。うん、うん、なるほどなるほど、これは洒落た味になりました。大成功です。